中居さんに対して怒ってるっていうのは、私は血が半分沖縄に入ったら沖縄の感覚わかるんですけどね、強い力の前に対してやっぱり長いものには巻かれるしかないっていう、自分たち自身の弱さっていうものに対する悲しみと苛立ちみたいな複雑な感情で、だからこの野郎帰ってくるなと、そういう感じではないんですよ。ここまでしかやれなかったのかと、それちょうど、134年前に沖縄の廃藩置県が1879年になりまして、琉球処分っていうんですけどね、その時に病気の正太王っていう王様が、松田道行っていう琉球処分官が来て、最後軍隊も一緒に来て、その中でもう病身のところをこう振って船に乗って東京に来て、もうそれで琉球王府がなくなると、あの時と重なるわけなんですよ。車椅子姿の、ですからそういうようなパーセプションのところで中山さんが悪いっていう感じの人あんまりいないと思います、ね、確かに弱ってますわね、中山知事はね。ちょっと判断力かとか思ってると、いずれにせよ、明日表明してその、瞬間から中山さんの政治的求心力なくなります、それでおそらくは出てくるのは、尾長武那覇市長、この人は保守です。もともとの自民党の、今無所属ですが自民党の重鎮で、この人のところに求心力が集まってくる。この人は辺野古は絶対ダメだ、沖縄のアイデンティティの問題だって言ってる人なんですよ。ですから沖縄情勢非常に緊張を超えてくるなと、だから東京での楽観ムードと、私はだいぶ違う感じで見てるんですね。じゃあ安倍内閣としてはその大盤振る舞いで、それで中居さんにあそこまで言ってもらって、ああこれでさあいけるぞみたいなことを思っているとしたら、民主的な手続きで選ばれた知事の言ったことだから大丈夫だろうと、しかしその要するにはしごが逆に、沖縄県民によって外される状態になるっていうことは東京だと見えないわけですよね。だから次の名護の市長選挙でどうなるかっていうこと、さらにその先を考えると、これ相当また険悪な雰囲気になってくるなと思うんですね。佐藤さんの見通しでは、そのいわゆる知事があそこまで言って、私が一番気になるのは、知事が一番関心を持っているのは5年で普天間の運用を停止できるかどうかということなんですけど、アメリカがこの点に関しては、協議するつもりもないということをはっきりと言ってるわけですね、記者会見で。この記者会見の様子も琉球新報、沖縄タイムスでは報道されるんですけども、東京の新聞で報道されないんですよ。そうですね、はっきり何年というのは出てないですわね。ですから安倍さんもそこは言ってないですよね、5年なんか無理ですわね。ここで安倍さんはできるだけのことをやりたいと思って一生懸命やってる、それは間違いないんです、それなんだけども、沖縄の民意と、アメリカとの交渉で出てくる可能性のところの読みが、率直に言って僕は甘いと思う。中居知事を僕は逆になんかもう言い切っちゃって、もう腹固めてます、それは完全に、ね、でそれで今佐藤さんはもう辞めるつもりなんじゃないかとおっしゃいましたけども、なんかこう捨て石になるようなそんな覚悟みたいなものがなんか決まったんだという、あるでしょうね、ただその捨て石になる覚悟っていうのを、捨て石で碁が勝てばいいですけどね、捨て石になるんじゃなくて碁盤自体ひっくり返すことになるんじゃないかと、非常に心配したんです僕は。そして最後に、今佐藤さんが来年はもっと厳しい事態になるだろうというね、そういうふうな予測をされましたけども、それは具体的に言うとですね、どんな流れになっていくんですか。一番怖いのはですね、移設を強行しようとした場合に、ピケが張られて、そこに80代から90代の沖縄戦経験者の高齢者がいて、流血になることです。そうなると島ぐるみで大変な反発が起きて、日本対沖縄という対立意識できちゃいます、普天間はだけどすんなりいかないもんですね。疑問です、これは大変です。そうですか。来年の選挙もね、どうなるんでしょうかね。はい、佐藤さんでした。